さんこんにちは、ピカです。ホライゾンゼロドーン、はい、やっていくよ。ウェラックのために、新たな軍に挑戦する。昨日は村で私の母の歌を歌った。よし、アラターングか。よし、まだ歌い継がれていると挑戦できるかな。もうね、行ってみよう。あ、すいません。お前の功績を皆が口々に語っているぞ。お前はこの雪に覆われし我らの地に特別な興味を持っているようだ。ああ、全て知るにはこうするしかないみたいだしな。まさか挑む気か。そのまさかよ。ウェラックのために。貴様が、冗談はよすんだ。冗談ではないわ、アラターク。そういうことか。おやつはお前の手先ということか。お前が後ろ盾ということなら挑戦を受けるほかない。考え直したと思ったのだがな。頂への出入りを禁じたのはあなたよ、兄様。兄弟だったのか。兄ちゃん、思ったより事情が複雑みたいだな。いや、至極単純だ。下枯山で貴様を待っている。そしてこの茶番を終わらせてやる。ジョン・ミッタルです。ああ、ぜひ頼む。なんでアラタークと兄弟だって言わなかったんだ。必要ないと思って。まさかよそ者の前でその話をするなんて、兄は怒ってるでしょうね。私は人を見る目がない。いつも魂とばかりいたから。もしくは一人で。この巡礼がただの兄弟喧嘩だと思われたくなかったのです。決してそんなくだらないものでは。結構大胆だな、兄に喧嘩売るなんて。そうするしかなかったのです。兄は私をまるでか弱い子供のように扱って、私の運命を受け入れようとしない。でもいつの日か許してくれるはずだと思っていた。いつもそうだもの。兄弟喧嘩はともかく、決闘とは一体何なんだ。下枯山で兄と機械狩りを競うのです。先に仕留めた者が勝者。楽ではないでしょう。楽なことなんてあったか。狩りの開始地点で待っています。詳しいことはそこで説明した方がいいでしょう。家族の揉め事なんて興味はない。知りたいのは頂きの奥のこと。魂、デーモン、それに機械との関係だ。本気でやるつもりなら私に隠し事はするな。あなたを見くびっていました、兄のこと。二度と同じ間違いはしない。下枯山で待ってる。それじゃ、バヌークを従えに死ぬかもしれない試練に挑むとすれば、バヌークにふさわしい相手なの。下枯山待っていろよ。わかった。あなたなんか似てるわね。より良き運命でありますよ、ね、やる気あんの、あなた。え、やる気あるんですか。この地で生きていける流れ者は少ない。やる気あるんですか、だから。なんだ、いやいや、何いやいや、やりきってるんですか、お前。はい、下ネタ山に行きましょう。下枯れ山か。下ネタってお前、俺のまんまじゃねえか。あっちか。水で静けさ、こっちか。きっと立派な歌にしてみせる。今年の冬はっていうか、まあ今年の冬は寒そうだな。今2020年、ああ、一気にれ
寒いっていう噂立ってますからね。寒くてうちでこたつに当たってのんびりできるんであればいいが、寒くても仕事の人はね、本当にね、寒いのつらいよね。おお、キリンさんじゃないか。行くぞ。なんだって。やばい。な、何してんのこれ。よし。あと何メートルですか。どこだ。いや結構あるね。ワープした方がいいじゃねえか。でね、初めてだがこの近接爆弾とかいうシャドウ、シャドウブラストスリングというものを買いました。まあし、接近探知爆弾みたいな感じなんですけどね、おそらくね。使いこなせればいいのだが無理でしょう。なんかゴリラが焦っていますよ。私は過去に幾度も挑戦を跳ねのけてきた。恐れてなどいない。だがこれは馬鹿げている。貴様はよそ者だろう。貴様はつゆほども私の責務を理解していない。一狩人として貴様に助言する。身を引け。雷鳴の頂に行かなきゃならないんだ。あの山の何を知っているというのだ。我が妹を危険にさらしはしない。だったらやるしかない。よかろう。その傲慢な願いをいてつく大地に葬ってやる。ライトも。さあ始めましょう。狩りをし生き抜くこと、それがバヌークの証、そして試練そのもの。あなたは下枯山を東から登り、アラタークは西から。それぞれの道に凶暴な機械が待ち受けています。ウェラックの狩人がそれぞれ配置され、倒すべき機械の群れを呼び寄せるでしょう。狩り場は尾根から山の中央にかけて広がり、渓谷を下った先に最後の獲物が待っています。必ず獲物を倒すたびに一族に狩りの進行状況が分かるようこの合図を打ち上げること。機械を倒して風船を上げる。なるほど。じゃあ三つ目の風船を上げた方が勝ちか。ええ、そうです。でも挑戦者にはさらなる条件が課されます。一度でもアラタークが先に風船を上げれば彼の勝利。やめるにはもう遅すぎるぞ。そっちこそ。それでは私の合図で。ちょっと待ってください。あなた先にそれ言ってください。普通にクリアできんのかよこれ。タイムアタックとか俺ダメだぞ。レース系の。よし、山の上を目指す。タイムアタック的じゃねえかお前。これ嫌だっちゅうの俺。こういうの進む道はいくつかありそう。岩の絵が道しるべになってる。どれだどれだ。こんなことしてたらあかんのか。行けばいいのか。
まあ前々回前々回の試練かな、あれね、タイムアタックでね、もちろんそうだが、いろいろ撮ってたらかなり時間食ったね。編集してて分かったけどね、本当アホだった。ほら頑張って急げ。こっちでいいのか。その5分、あと5分でその第1回の風船を割れば方向は合ってる。一中こと、あかんわ。ほら頑張って急げ。道は合ってるみたいだ。よし、これはね、いいとこだけずっとしたい。かといって、まあ、どんな道を歩んでないけどね、ジャンピングだらけですが。いいか挑戦者よ、下にいる機械の群れを狩るんだ、すべてだぞ。あれか、それなら任せて。どれ、あれか、ここはちょっと待って、所持品、武器ね、冷静に行きましょう。ここは、これじゃなくこれにして、おっと、もちな、なんすんの、これだよ。どれどれ、あ、ここは、いや、こりゃちょっと。それじゃ行くか。崖の上に登って風船を上げるんだ。うん、どう上げるの。よし、アラタークは慣れている。急がないと。
下に降りて次の地霊へ向かうんだ。あった。ちょっと待ってね。これアイテム、違う、容量、これこれ、これあげとこうね。よーし、そしてこれを作っておく。ボタボタしてる場合か。さっさと次の地霊へ向かうんだ。向かってる。この先にベローバックが2体、両方倒せ。他の機械は気にするな。ベローバックってなんだっけ。ベローバック2体仕留めるぞ。あー、あの火吹くやつか。どこから行けばいいんですか。あれか、ハイライト中。どこ行けばいいの？ここの挑戦者よ。どこ？挑戦はどこだ？どこで開けるの？頼む、教えて。あ、ここか。風船はどこだ？風船のところに。場所わかんねえよ。ここに来て風船をあげるんだ。どこよ、全然わかんねえよ。そこかよ。頼むわお前それ。周りみんな黄色い点だなってからよ、風船の場所わかんねえんだよな。目印というか、目印も黄色だから。すぐに追いつかれる。急がないと。ほら、ファイヤーフックを使って谷の底へ降りるんだ。
吹雪始めた。何も見えない。もう少し。次何かな。ちょっとこういうレース本当エキサイト、エキサイトというか焦りに入れなる。もうすぐだ。切れちゃうどうしても。よし、最後の試練へ。もうまあ何回も経験すればいいが、まあ初回は どこに何があるかとか分かんないし、何かおかしい。最後の獲物を誘い込む狩人がいたはず。そこ後ろまで来てる。あいつかよ。あいつだ。あいつ初見か。2体。あ、上のやつが戦ったことあるやつだ。下のやつ後ろ。おい、3体ってなんだお前それ。1体でも死んじゃったんだ。ベコンにしてやるぜ、ベコンにしてやるぜ。近づいてみろ。どこ？やるよ。欲しいんだろ、これが。お前好きなんだろ、これが。ほら。雷鳴の頂から来たんだ。襲撃で試練は中断された。
そのような場合試練の結果は無効となる。はい。あの勇士を目にしただろう。機械を倒したのはアーロイだ。私ではない。アーロイこそ族長にふさわしい。我らはバヌーク、生き延び勝利する。ただそれのみ。我が血はその牙と共に。私はお前の狩りに従おう。今後雷鳴の頂への立ち入りを禁じます。族長と私を除く狩人全員です。無礼を承知でお前に頼みがある。私も同行させてくれないか。認めてもいいでしょう。私の言うことを聞くなら。いや、私の言うことを聞くなら。雷鳴の頂へ、とこしえの溝という野営地が麓にある。そこで落ち合いましょう、族長。わかったわ。寒い。冗談の新しい服。冗談じゃないなよ、こんな。族長用の装備ってところだろうな。何持ってんだ、クヤクラ。ベローバッグ2体ならまだいいよ、お前。こんなバケモン 3体させるんじゃねえ。はい、それではね、今回は、ここまでに、じゃないわ。雷鳴の頂へかなり遠いな。おい、こりゃちょっと途中までね行くわ。あと 180m のとこまで来たよ。長かった。またあの花みたい、とうかデーモンフラワー見える。バゲロー。無視。とりあえずストーリーを進めていこう。なんかいるか。大丈夫か。ここだね、ここだな。とこしえの溝の補給はしておいた。石膏もフロストクローに目を光らせているわ。仲間も増えた。アラダークと話したに山を奪い返すのではなかったのですか。お前じゃねえんだ。準備を怠るな。槍を磨いておけ。もしも我らが戻らねば、狭間を守るのはお前の役目だ。そう、もちろん我らの族長に異論がなければだが。それでいいんじゃないか。でもそうならないよう願っている。族長、命じる責任は軽いものではないぞ。分かっているよ。まだオーリアと話していないのか。必要ない。あやつが望んだのだ、頂に戻ることをな。唯一の望みだ。そのためなら我が槍すら奪うだろうと気づくべきだった。カージャにさらわれてからというもの、妹は変わった。最初の遠征で何があった。オーリアが頂へと導いたが、道は大きな扉に塞がれていたのだ。新しい扉だよ。機械炉の名。
扉をぶち破ろうとしたがびくともしなかった。我らは皆疲弊し、前にも進めず背後には機械だから引き返すことにしたのだ。確かに犠牲は出たが、残っていれば全てを失っていただろう。それに二度とオーリアを危険な目に遭わせたくなかった。扉の向こうには何が？私にもわからん。一面の鉄に死の調べ、聖なるものなど一つもない。山に眠るのは機械と死のみだ。我々の死かデーモンのな。魂を見つけたらどうする？苦痛から解放してやればいい。お前が一緒だと私も心強い。誰かがオーリアを守らんとな。メリディアンではどんな願いも叶うという。道理で変わった。よし、そしたらオーリアと話す。日焼けしてるみたいに肌が痛い。肌に悪いよ。オリア。アーロイ、ようやく魂との再会が実現されるのですね。きっと青い光もよみがえるでしょう。私一人ではかなわなかったでしょう。我らバヌークのしきたりを知らぬよそ者に。いえ、ごめんなさい。私、お礼を言おうとしているのか？ええ、その通り。あなたはいつも糸を解き可能性を生み出す。おかげでこうして巡礼に旅立てます。できることならアラテークに恥をかかせたくはなかったけれど。兄は同行するのですね。その資格はある。とても頑固だけれど、あの戦のせいでそうなるしかなかった。私もそう。I'll be back。 いくつかやり残したことがあるんだ。そうですか。待っています。いえいえ、すまん。違った話を進めてくれたまえ。オーリア、行こう。ええ、アロイ、行きましょう。戦でアラタークは変わったのか？何もかも剥ぎ取られ、残されたのは揺るぎなき氷のみ。それが真の姿。鋼の意志を持つ屈強な戦士。兄は千の凍てつく夜にカージャと槍を交え、そして日の出とともに皆を鼓舞するのです。兄はあの戦で23の怪我を負ったのだと一族に言われています。でも愚痴すら言わない。それよりも私の面倒を見る方がよほど大変だと。確かに兄には苦労をかけてばかり。私も今は族長になったわけだけど、サイレンスのことを話せなんて命令はできないよな。アラタークは王の州の秘密に触れようなんて考えもしなかったでしょう。でもあなたはアラタークではない。サイレンスと関わりがあったなら聞きたくもなるでしょうね。サイレンスは遥か北からバンアーに来たフクロウの目の若いシャーマン。遠方のウェラック、南へは滅多に来ません。あいつはシャーマンだったのか？そう。少なくともフクロウの目に使いを送った時はそう言っていました。機械に関する抜きんでた知識を持ち、そして私たちと情報を交換したがっていました。彼はいともたやすく王の衆の信頼を得て、ほどなく集会に招かれたのです。お前はどうだ？信用したのか？いいえ、でも感銘は受けた。彼は落ち着き威厳を持っていました。学びを得ようとしましたが叶いませんでした。彼は最も神聖な集会所マルムストロムの凍てつく洞窟についての知識を与えられたのです。慣習では真冬にそこに集まるのです。でも次に戻った時、洞窟は荒らされていた。古の世界の遺産は盗まれ、氷と鉄に穴が開けられていた。サイレンスがやりそうなことだな。遺産を奪って消えたのです。
腕のいい者たちに追わせましたが戻ってこず、そこでフクロウの目に確認したところ、彼の保証人も消えていたのです。初めからいなかったかのように、彼がそもそもバヌークであったかどうか疑う者もいました。お前はどう思う？あの男は許されざる冒涜を犯した恥知らずの危険人物です。けれど優秀で腕が立ち、誰よりも知識にあふれている。あなたを除いてはですけれど、他の者なら警告するでしょう。でもあなたならば平気かもしれません。でも油断は禁物。覚えておくよ、オーリア。ありがとう。まあ、つまり強敵ということですね。頭の切れる、わからんけど。雷鳴の頂について。頂には何があるんだ？遺跡、機械、機械炉の新しい扉。あなたならばきっとネカに入れるはず。扉の奥には魂が必ずいるはずです。けれどデーモンが私たちの行く手を阻むことでしょう。登りましょう。ここに戻るために随分と苦労したんだろう。またあの声を聞きたいのです。今度はあなたと。そうだな。良いのですか？登り始めれば引き返すことはできません。焚き火はあるの？あなた。じゃあちょっと待って、少しだけ待っててくれるか？待ってくれますか？もちろん待っています。うん。 I'll be back。 すぐに戻る。わかりました。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、登っていきましょう。いただきにね。いただきます。はい、またね。